ありがとうございます。ちょっとエアコン切ってもらっていいですか。熱くしてくれよ。いや、まあ、任せろね。
中根秀人です。よろしくお願いします。僕はマンゴロ卵ちゃんじゃないんです。あれ、お酢来たんですか。マンゴロ卵ちゃん、マンゴロ卵ちゃん、そうだよ、そうだよ、卵はそうだった嫌な記憶すぎて全部忘れたよ。中根秀人です。2年前の初めて、まあ、1年生の時に出た初めてのライブがこのアコースティックライブで緊張感いけないって本にしてくれてるのね。そうね、2年前初めて俺がこの大学に入ってやったライブがこのアコースティックライブで、まあ、個人的にもいろいろ思い出があります。まあ、その舞台にこうやって、まあ、好きな音楽を、まあ、弾き語りでやるような機会を設けてくれて本当にありがとうございます。まずアコースティックライブ係の皆さん、ありがとうございました。Thank you.
ありがとうございます。一応誰かが突然電話をかけてきても大丈夫なように機内モードにしてだと思いましたでしょうね。電話したのはやっぱえ、いや俺も MC 中にしてたもんねずっと見てても何も反応してくれない。あ、本当に今工事一般に着信がありましたって来たの。気を抜けないところも兼用学部でいいんじゃないですか。でも今回ない。うん？演奏中に電話してやめてって言うの。それね、俺がさっきやろうとして止められました。瞬に。名物かと思ってました。いや、うん。そうだな。何だかな。あ、マジで。出てこねえ。多分なんかその3曲にしようかなとか、その3曲にして伝えることとか伝えようかなと思ったんですけど、うん、また言いたいことは別の機会に行こうかな。あの時あのあれやっときゃよかったなって後悔するのが嫌なんで、ちょっと今日だけは俺の好きなようにさせてもらいたいなと思います。うん、あなたもお付き合いください。よろしくお願いします。
気持ち悪すぎる。うん、そうだな。そうだな。個人的に、その、うん、初めて去年じゃないよ。初めてその一昨年出て、去年もまあその出させていただいてね。3分あ、そう。うん、ありがとうございます。失礼しました。あの、うん、またの機会に伝えることは伝えたいと思います。あの、最後は、じゃあ、僕が2年前と1年前にやっている、俺の大好きな曲でお別れしたいと思います。ありがとうございました。しびたでした。待てりあがり少し下ろして体内手紙を書いてみた。僕だけいることで重くなっちゃうなら捨てなよ夜空の星。このまま手紙を海に投げて、ゆらゆらゆらりと遠い街流れつつ、その前にあるトレーの方から深い夜空の星。どれどれ「てるいずのだろう」